トルを剃られた。申し訳ありません。加藤さん、僕の想像では。想像は捜査を混乱させるだけだ。事実だけしか頼りにならん。こんなに赤くた。たまに、家内は生きていた。係長、僕のためなんですね、やっぱり。佐藤さん、佐藤さん、お願いします。ない限り問題は解決はしないんです。伊佐のピストルにはまだ5発残ってる。落ち着け。当てるな。